サヌキエクスプレスや渡浜伊予鉄南予バス、サヌキエクスプレスや渡浜四国高速バス。サヌキエクスプレスや渡浜は、伊予鉄南予バスと四国高速バスが運行していた、香川県高松市、丸亀市、善通寺市、観音寺市と愛媛県内子町、大洲市、ヤワタ市を結ぶ、中高高速バスである。全便予約定員制、車内は自由席。 2010年3月31日の運行をもって廃止された以下の記載は同日時点のものである1日3往復で両者が1.5往復ずつ担当 JR 高松駅県庁通り栗林公園前低夢タウン高松高松中央インタービーティ t 高速丸亀全通寺インタービーティ t 高速観音寺から内湖東大須大須駅前大須本町 大津営業所や渡浜や渡浜港停留所、マイナス停留所でくくられた中での相互の乗降は、できない。夢タウン高松、高松中央インター,ビーティー、全通寺インター,ビーティー、内湖、大津営業所で、パークバスライドが可能である。伊予鉄南予バス唯一の高速バスで、唯一の愛媛県外定期路線バスである。四国高速バスにとっても、同社が運行する。 四国島内高速バス路線で唯一 JR、四国バスと共同運行を行わない路線である。さらに、四国島内の県間にまたがる高速バスは、この路線開設まで、すべての路線が県庁所在都市同士を結ぶ路線であったので、発着地いずれかが県庁所在地でない高速バス路線は、四国で初めてかつ、当時唯一の事例であった。このように、 初めてずくしの路線であり、同行が注目されていたが、利用状況はかんばしくなく、愛媛県側の発着地を、八幡浜港に移動し、薄木港、別府港行きフェリーと連絡するダイヤに改正した上、フェリーとバスのセット乗車券を発売するなどの手こ入れが行われた。高松からだと、大分、別府へは、瀬戸大橋線と山陽新幹線経由で、最低2回の乗り換えが必要である上、 遠回りになる。このルートを短絡する新ルートとして、PR が行われているが、利用者の増加につながらず、開設から1年で厳便に至った。その後も利用者数は伸びず、ついに路線廃止にまで追い込まれた。高松八和田浜交換の高速バスと、八和田浜港薄機港別府交換の94オレンジフェリー、宇和島運輸フェリーのセット切符、高速バス、 フェリーセット切符を発売していた。この切符は当初高松側のみの発売で、フェリー両社者では発売していなかったが、2008年8月26日からは、フェリー両社者でも発売していた。バスの乗車券は、伊予鉄南予バス営業所、四国高速バス案内所、ローソン、ファミリーマートなど、コンビニ、旅行会社で事前に購入することができる。電話、インターネットで予約ができる。 座席定員制なので、バス乗車時に支払うこともできた。ただし、伊予鉄道の各営業所、伊予鉄チケットセンターでは購入できなかった。サヌキエクスプレス、八幡浜号運行休止のお知らせ四国高速バス2010年3月1日、発表2010年3月31日、運行終了。ありがとうございます。